14時30分を回りました。未来サポート夏春堂プレゼンツ、大人チャレンジ、人生は夢だらけ。この番組はやりたいことにひたむきに頑張っている素敵な大人の人をインタビューする応援番組です。お相手はラジオパーソナリティのなおさんです。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオからではなく、サザンオールスターズの生まれた町、神奈川県茅ヶ崎市からお届けしております。15時までの放送です。ぜひ皆様お付き合いくださいませ。さあ、この番組はですね、やりたいことに全力投球をしている素敵な大人の人を応援するというね、紹介番組で、私はそのラジオインタビュアーとして、ここで放送させていただいておりますが、もう一つ私のね、メインのお仕事があります。それはですね、お金のかかりつけ医というところでですね、お金の相談こと、それからセミナーなどもやっております。夢とお金って結構ね、密接にね、関わっていると思うんですよね。なんか夢って頑張りたいけど、でもお金がないと頑張れないとかね、そういうふうにあるので、まずこの両面からですね、皆さんの夢の応援をする。まあ、そんなことを私やっております。私自身もですね、まだまだやりたいことたくさんあります。これ後ろにあるのは私の夢マップなんですけれどもね。この夢も叶えたいところなんですけれども、まずは皆さんの応援するというね、まあそういうことでこのコンセプトでこの番組やらせていただいています。さあ、この番組ではメッセージも募集しています。メールアドレス 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com FM ギノワンのホームページや YouTube でもネット配信をしております。ぜひチャンネル登録お願いいたします。そしてスマートフォンのアプリからはリッスンラジオとかマイチューンレイディオからも聞くことができますのでね、ぜひこちらの方もロックしておいてください。よろしくお願いいたします。さあ、それではゲストトーク参りましょう。未来サポート夏春堂プレゼンツ、大人チャレンジ、人生は夢だらけ。ここからは大人チャレンジをしている素敵な大人の方を紹介するゲストコーナーです。さあ、本日のゲストはですね、なんと、キル美容液ショップ東京の森脇翔太さんです。森脇さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ではですね、森脇さん、簡単に自己紹介お願いいたします。お名前とあとお仕事ですね。はい。簡単にお願いします。はい。森脇翔太と言います。仕事の方なんですけれども、まあ、学校卒業してから繊維の専門商社に入りまして、はい、本社は大阪にあるんですけれども、うん、そこで、入りましてですね、34年間勤めまして、はい、でそれで、素材のこととか製品のこととか、うん、まあ、いろんなことを学びまして、うん、でそれで、5年前ですね、2020年に、独立をしたという流れになっています。はい。今このキル美容液っていうのは、着ているとなんか体が綺麗になるとか潤うとか、そういうことですか？そうなんです。うん、化粧品成分の、うん、スクアランとコラーゲンっていうのを、はいはい、素材に、固着させる技術を用いて、うん、はい、で特に冬場 の乾燥をするときにですね、肌乾燥を和らげるということで、保湿機能を持たす素材っていうところでですね、はいはい、働く女性っていうか頑張る女性を応援したいっていうインナーを、うん、発売しています。わあ、すごい素敵ですね。はい。これ開発されるようになったきっかけってどんなことだったんですか？とですね、まあ、そちらの方とですね、今ちょうど暑い夏なんですけれども、はいはい、夏は匂いの課題を克服するっていう、抗菌消臭の生地の開発をしまして、うんうん、こちらの方の開発の話のきっかけっていうことでお話しさせてもらってよろしいですか？はい、もちろんもちろん。はい。で、こちらの方はですね、はい、まあ、大手生活雑貨メーカーの、まあ、カオさんですね。もうみんなが知ってるカオさん。はい、うん、カオさんの方で、たくさん売れ筋あられるんですけども、うんうん、
その中で使い捨てのおむつっていうのが非常に売れてますよっていうことで、はい。で、その使い捨てのおむつの使用後ですね、うんちがちょっとついちゃったお母さん、ママさんが、そのおむつを入れるときに、匂ったら嫌だなっていうことで、多分ちょっと悩んでっていうかね、ちょっと不安だなっていうところを解消するっていうことで、うんちの匂いを消せる生地はないかっていうことで、その依頼を受けましたっていうのがきっかけなんです。はい。はい。で、それでですね、私がいたのが大手の繊維の商社でしたので、素材のこととか機能素材っていうのは、すごい得意な会社でありましたので、きっとあるっていうことで探しに入ったんですけれども、汗の消臭の生地がほとんどで、うんちの匂いが消せる生地っていうのは、いろいろ探したんですけども、なかったんですね。で、1年かかってもなかったので、どうしようって思った時に、今度はちょっと薬剤メーカーさん周りっていうところに頭を切り替えまして、素材を作るっていうところのトライを始めまして、で、それで薬剤メーカーさんとこう共同開発といいますか、それで薬剤を開発して、素材にこうテストをしましてですね、それでできたっていう形になってます。その消臭の袋ができた。消臭の、うんちの匂いまで消うん。えるっていう、素ハイ材スペッが。クの性能の、はい。生地ができたっていう感じになってああ、ます。なるほど。で、そこから、お洋服というか、下着に行った経緯ってどんな感じだったんですか？それでですね、匂いがすごい消せるっていう性能なので、なんて言うんでしょう、世の中にあるものは例え話で伝わるんですけど、世の中にない性能の伝えるのって非常に難しいことが分かり、で、それでね、下着の T シャツですとか、メンズだったらボクサーパンツとか、レディースだったらちょっと生理とかっていうところも踏まえた上でのショーツっていうのを作るのが一番わかりやすいのではないかっていうことで、それで今メンズの T シャツとボクサーパンツと、あとレディースのブラカップ付きのタンクトップとか、その辺まで今できてるところです。そうなんですね。はい。それが、今、独立されてから、開発したっていう感じなんですか？開発は前職の商社時代に開発始めまして、で、その時はオンワードさんとかと取り組みっていう形で進めてたんですけれども、大手ですやっね。ぱりちょっと、はい、世の中的にない素材なので、なかなか実績がないとか、そういったところで、なかなか紆余曲折がありまして、なかなか現職の時代ではまだ完成に至るっていうところまでちょっと行きませんで、で、ちょっと会社の方もね、あんまり長く開発かかると経費もかかりますし、っていうところが課題だったのが一つと、あと私ももうそろそろ定年だっていうことで、定年になっちゃうとこの開発ができないっていう状況になるのが非常に、僕も何て言うんでしょう、仕事上ですごい楽しみだったので、やっとこう見つけてた開発っていうのが自分でやった開発ができるっていうのが夢の開発商材に出会ったとこだったので、何としてもものにしたいっていうことだったので、まあ、二者択一だったんですけど、定年まで会社を過ごしてサラリーマン生活をこう円満に終えるっていうことと、あとチャレンジして会社を辞めて、定年前に会社を辞めて独立して夢を追うっていうのと、2つの二者択一だったんですけど、当社のチャレンジっていうのを選んで今に至るという感じです。素敵です。ありがそうとういう人を応援したい番組です。ございます。はい。そうなんですね。はでい。は、退職されたのが2020年。2019年に退職しま19し年。て、会社の設立が2020年になるんですけれども、ちょうどね、コロナですよね。そうなんです。なんで、か会影社を響あ立りちま上げした？て頑張ろうと思ったらちょっとコロナっていうことで、
最初はコロナが来てね、なんて言うでしょう、目に見えないウイルスとかいろいろあるので、ウイルスを防御する素材っていうのも実は開発できてまして、チャンスだと思ったんですけど、外にね、出歩けなかったりとか、人と会うことができなかったので、会社ができてすぐ人に会えないっていうことは、せっかく開発したものがちょっと伝える術もなくて、確かにそうですね。それで3年経つ間に、有効だと当てにしてた人脈も、みんなこう会社をね、移動されたりとか、っていうことで、コネクションの方もあんまり使えなくなってしまいましたね、コロナの間の3年っていう時期で。そっか。それで、ネットの方の販売ということで、ちょうどね、ネットの方もこう、YouTube ですとか、いろんなツールもどん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 進化も日進月歩で、これはちょっとネットをやらなくちゃということで、ネットを勉強したっていう感じだったんですけど、そうなんですね。じゃあ今は、オンラインショップっていうところでやってらっしゃるんですね。そうですね。なるほど。結構ね、ご苦労されたんじゃないかと思いますけど、実際に今は結構もう順調に販売を伸ばしてらっしゃるっていうところでしょうか？だいぶね、こう、なんていうかな、ギアがね、セカンドギアまで入ってきたみたいな感じですね。まだまだなんですけれども、独立して今5年目経つんですけど、やっとね、なんかいろんなことがね、ちょっとつかめるっていうか、つかみが出てきたみたいな、最初の3年は本当こう、暗闇に鉄砲打つみたいな感じだったんですけれどそうも、ですか。ちょっとね、やっとね、お客様というか、いろんなこう、お話しできる方も定着してきたっていうのと、こんな商品が欲しいとか、いろんな意見も聞けるようになったりとか、っていうのもできてきましたので、今非常に面白い時っていう時にやっとなりました。おかげさまで。そうなんですね。よかったですね。で、まあ、そのデオドラントのお話から始まって、からの今のこの着る美容液、保湿インナーっていうところに、これはどうやって結びついているんですか？そちらの方はですね、従来からですね、例えばユニクロさんのヒートテックとか、一世風靡してるっていうか、誰もが知ってる商品あるんですけれども、ますね。私がね、ちょっとこう見えて、ちょっと皮膚が弱かったりとかして、で、それで、皮膚科に行ったりもするんですけれども、そしたら下着とかはなるべく天然素材のね、できたらシルクを使ったらいいよとか、少なくとも綿の素材使った方がいいよとかですね、あと石鹸は低刺激の強くない石鹸を使ってくださいとか、いろいろアドバイス受けたんですけれども、そういった時にこのキル美容液っていうところの糸っていうのが旭化成のベンベルグっていうレーヨンの糸で、こちらの方が半合成繊維って言って、綿の再生コットンっていう糸を使ってるっていうことで、非常に体に優しく、地球にも優しいっていう原料で、で、そちらの方の糸を使ってるっていうのと、で、あと、それから編み機もね、ストッキングを作ってる編み機っていうのは、イタリアのサントニ社っていうところにあるんですけど、ミキ。編み機大きいんですけども、その編み機をイタリアの方に日本の技術で別注した機械を輸入しまして、それで編み立てっていうのをしてるんですね。で、それによってすごい伸縮性が良くて、目が細かくできたりとか、すごい肌触りがいいんですっていう編み方をした生地に、そこに美容成分っていうのを、スクワランを固着させて、それで作っているので、とっても軽くてですね、ヒートテックでね、110グラムぐらいあるんですけど、私のやつだとね、だいたい50グラムぐらいなんですよ。なんで半分半くらい分。の重さ？そうなんです。で、それすでね、ごい。伸縮性もあるので、スポーツをされる方とかも、全然動きを妨げないみたいな効果があったりとか、で、それで、美容液も入れてるので、背中とかの手が届かないところもこう乾燥を
抑制するっていう意味でこう保湿してくれるっていうことがあるので、とっても喜ばれてますね。そうなんですね。私も結構冬になるとカサカサ肌になっちゃう方なので。あ、ぜうひ、ん。はい、ね。お試しいただきたいです。はい、ありがとうございます。ね、アトピーとまではいかないまでも、結構乾燥に悩まされてる方って多いですよね。そうなんです。うん、うん、うん。これは、なんか快適な感じがしますね。そうええ、軽ですね。くていいと。まあ、スポーツ選手とかにもいい感じですかね、そしたら。そうなん、もうぜひね、おすすめしたい感じですね。そうなんですね。で、冬場だとゴルフされる女性も最近すごい増えてきてまして、で、冬場のゴルフやられる女性とかにはもうすごい着ていただきたい。下のね、レギンスっていうか、スパッツといいますか、レギンスと T シャツとセットでも着ていただけるので、腹巻き効果みたいな、ちょっと長めに作っていて、腸活とか温活とかの、はい、冬の寒いところでも、大事なところはちょっと守ってくれますよと。で、軽いので、着てる感じがないんですね。で、こんなに薄いのにあったかいみたいなので、すごい発熱効果もありまして。そうなんですね。はい。保温もしてくれるんですね。そうなんです。発熱保温って感じなんです。これはいいですね。なので、それとね、まあ、ヒートテックさんと違うのは、ポリエステルって水分って吸わないんですね。その代わり、発汗性っていうかね、速乾性がすごい高いんです。で、私どものやってるやつは、水分もちゃんと吸ってくれるので、汗をかいたときに、もわーっとした感じがないんです。そうなんですなんね。で、より快適性は、感じていただけると思いますので。なるほどね。まあ、用途に応じてね、いろいろとお試しいただければいいかなというところですかね。そうですね。はい、ありがはい。とうございます。で、これからね、まだまだいろんなことをね、開発していかれるんじゃないかと思いますけど、先日ね、ワークショップの方でちょっと私、お見受けして、いろんな T シャツであったりとか、あと、なんか、他にもいろんなことを開発されているというところで、これからどんなふうにしていきたいかっていうようなところをちょっとお伺いしたいんですけど。あ、ありがとうございます。はい。ですね、寝るときの睡眠って非常に大事だと思ってまして、睡眠のときだと枕カバーっていうのがあってね、で、熟年の夫婦さんとかだと、だんだんね、頑張ってるご主人さんのね、枕カバーがちょっと匂いがしたりとかっていうので、まあ、枕カバー作って旦那のって困ってる人多いと思うよっていう声もいっぱいいただいて、でしたか。それで枕カバー作ったら結構好評で、まあ、洗ったらいいんですけども、30日とか洗わなくても全然臭わないとかっていうお声もいただいたりとか、で、枕カバーが好評なのでね、夏だとすごい寝汗かいたりとかもするので、しますよね。敷きカバーとかベッドカバーも作ってっていうお話があったりとか、で、もうちょっとね、考えると、今、3人に1人は65歳以上っていうことで、そうですね。100歳まで元気で頑張ろうっていうこととか大事だと思いますし、あとどうしてもね、寝ることが多くなった介護の方とかには、T シャツとか枕カバーとか、パジャマとか、用意させていただけると、介護する人、される人、お互いにこう、快適になるだろうなっていう仮説立ててまして、で、確かに。はい、そちらまで持っていきたいのと、あとそれから女性のところで今、フェムテックっていうか、フェムケアのところが非常に重要視されてるっていうところがあって、ケア。はい、フェム、生理関係って言いますか、ね、フェで、ムそこケのアっとこて言ろうんでちょっとで匂いが気にしない、すね。全然気にしなくてもいいよみたいなところで、ショーツを作ったりとか、あと洗えるナプキンっていうのは天然素材の綿を使って、作ったりしてたりとかしていまして、で、私がね、どうしてもメンズなので、そこの女性目線での女性にあったらいいねっていうところがちょっと分かりにくいので、今そういった女性の方とね、出会いがすごい増えてまして、今いろいろ
教えていただいてて、今札幌いっぱい作ってるとこなんです。あ、そうなんですね。で、それができると結構喜んでいただけるかなっていうことで、すごいその辺も楽しみにしています。いや、いいですね。もう本当にこれからのね、日本人の年齢とかいろんな問題がね、これから介護とか、そういうことって、本当にいろいろ問題があると思うんですけど、その中でも快適に過ごせるっていう、そういうところをね、すごくキャッチされていて、もう本当にこの後楽しみだなっていうふうに思いますけれどもね。はい。いや、もう、なんか本当に、皆さんにも試していただきたいなというふうに思います。はい。ありがとうございます。このね、製品、森脇さんの、このショップって、どうやったら検索できます？オンラインショップがあるかなと思うんですけど。こちらの方はですね、グロスチャーっていう、グロスチャー。グロスチャーっていうブランドの、スペルで言いますと、GLOSCHAR グロで、スチャー。それで検索していただけると、ベースっていうね、販売サイト使ってますので、ベースの販売サイトのグロッシャーっていうところで検索出てくると思います。ベースって、ね、CM もありましたね。そうですね。結構簡単にできるオンラインショップのベースそうでなすんでね。す。こちらの中のグロスチャーという、スペルが GLOSTURE ですね。そうです。これなんか意味あるんですか？グロスチャーって。これ造語なんですけれども、グロスっていうのが光り輝くっていう意味でして、でチャーっていうのがモイスチャーのチャーで、しっとりっていう意味ですので、しっとり光り輝いてっていうようなニュアンス、思いを込めております。なるほど。艶やかな女性をイメージしてな感じですかね。頑張る女性を応援したいっていうことで。はい。いや、いいですね。私も、ぜひ、ちょっと、おす、あの、お試ししてみたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、もうね、あっという間に時間になってきましたけれども、この番組ではですね、ゲストの皆様におすすめの曲をね、一曲、皆さんにお聞きしているんですが、今日おすすめしてくださる曲はですね、BTS のダイナマイト。こちらの曲、すごく元気のいい曲ですけれども、これおすすめしてくださった理由ってどんなところですか？いくつかあるんですけど、一つは、ちょっと起業していろいろやってますと、いろいろ思わぬこう壁の連続みたいなとこありまして、当然乗り越えていくんですけど、そういった時にね、BTS の、ダイナマイトを聞くと、ちょっと乗り越えれるかなみたいな感じがあると、で、ちょっと恥ずかしいんですけど、ダンス始めて今7年目になるんですけど、何年目？ヒップホップダンス始めて7年目になるんですけおお、ど、7年、すごい。7年も経つんですけど、それでですね、ちょうどね、BTS が流行った時に、このダンスの振り付けっていうのもちょっとやってまして、だから歌いながら踊って乗り切るみたいな感じですかね。なるほど、なるほど。すごい、いろんなことやってらっしゃいますね。そうなんです。独立する前は割とね、球技とか得意だったんですけど、独立するっていうことは多分いろんな見えない新しい壁に出会うと思いまして、今までやってないことにチャレンジしようと思って、プライベートの方はダンスを選びました。そうなんですね。やってて楽しいからですかね。ちょっと勇気はとってもいります。そうですか。いや、素晴らしいです。その勇気に、称賛したいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ではですね、BTS のダイナマイトをこちらね、聞きながら、まあ、そろそろお別れというところになりますが、この番組はですね、YouTube 配信もしておりますので、ぜひですね、番組、放送が終わった後ですね、FM ギノワンで検索していただいて、YouTube サイトも見ていただければなと思います。YouTube の方では動画で配信しておりますので、森脇さんのね、どんな方か、それから後ろのね、バックで、キルビ溶液というのもね、検索していただけると思いますので、ぜひ YouTube の方もご覧ください。さあ、それではですね、また土曜日の14時30分にお会いしましょう。大人チャレンジ、人生は夢だらけ。今日のゲストは、キルビ溶液ショップ東京の森脇翔太さんでした。森脇さん、今日はありがとうございました。はどうもあい、りありががととううごございざいました。ます。では、お相手はラジオパーソナリティのなおさんでした。ありがとうございます。